こんにちは。睡眠専門医の厚美です。これって先生の専門とは関係ないと思うんやけどなぁ。と、患者さんが前置きしながらお話してくれることには、実は睡眠の病気が深く関係している場合が結構あるんです。健康診断で心電図に異常があるって言われてん。心臓のお医者さんに見てもらえって。何やったっけなぁ。そうそう。あ、心房細動やったかな。出たー。患者さんがこんなことをおっしゃると、僕ら睡眠の専門医は俄然気合が入ります。心房細動というのは、心臓の異常の中でも頻度が高く、時には命に関わるような合併症を起こすこともあります。睡眠の病気の中でも、特に睡眠時無呼吸症候群は、この心房細動と深い関わりがあることが分かっていて、睡眠時無呼吸症候群の治療が心房細動の管理にも役立つことが知られています。今日は心房細動と睡眠時無呼吸症候群の深い関係についてお話していきます。では行きましょう。そもそも心房細動って何っていう話から。心房細動は不整脈の一種です。不整脈とは心臓の鼓動のリズムが乱れることです。普通、心臓の鼓動っていうのは、じっとしているときだと、大体同じようなリズムで打っています。こんな感じですね。不整脈は、この心臓の鼓動のリズムが乱れるものを言います。不整脈にもいろいろあって、予想外のタイミングで脈が打ったり、やたらと脈が速くなったり、逆に異常に遅くなったりするものなどがあります。心房細動の特徴は、脈が全くのバラバラで決まったリズムがなくなることです。こんな感じですね。人の心臓は上にある左右2つの小さい部屋、心房と下にある左右2つの大きい部屋、心室の合計4つの部屋に分かれています。このうち上2つの心房の筋肉がブル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 と痙攣し、結果として心臓のリズムが非常に不規則になってしまうのが心房細動です。実は下の2つの部屋である心室が痙攣してしまう心室細動という不整脈もあって、これは直ちに除細動という電気ショックを行わないとあっという間に命を落とす極めて危険な不整脈です。緊急事態です。今回ご紹介している心房細動はそこまで危険ではないんですが、それでも脈拍が乱れたり、非常に速くなってしまうことで、骨が痛んだり、苦しくなったりします。何より問題なのは、心房細動をしっかり管理していかないと、ぐるぐる痙攣している心房の内部で、血栓といって血の塊ができ、それが血液の流れに乗って脳に飛んでいって、血管を詰まらせて、脳梗塞を起こすことがあるということです。心房細動が原因になって脳梗塞を起こす方というのは有名人の中にも結構おられて、大変有名なプロ野球の元監督、サッカーの日本代表の元監督、総理大臣などもこの病気で大きな障害を残したり命を奪われたりしました。心房細動を見つけたら、年齢や高血圧とか糖尿病などの合併症とかいろいろな条件をチェックして脳梗塞を予防したり、薬や電気ショックで心房細動を正常なリズムに戻したり、カテーテルを使った手術で心房が痙攣しないように治療することになります。治療法はあるんですけれど、厄介なことにこの心房細動はほとんどの場合原因がよくわかりません。高血圧とか糖尿病とかお酒の飲み過ぎとか甲状腺機能の亢進症とか、こういったことで危険性が上がることは分かっていましたが、一番のリスクは高齢者であること。もっと早い段階で介入して心房細動を減らせる原因がないだろうか。それがあったんです。そう、睡眠時無呼吸症候群です。まずは疫学統計学のデータから。2001年から6000人以上が参加して10年間にわたって実施されたスリープハートヘルスタディという研究で、睡眠時無呼吸症候群があると心房細動の発症率が 4.01 倍になることが分かっています。逆に心房細動がある人が睡眠時無呼吸症候群を持っている確率は、心房細動がない人に比べて 2.19 倍です。さらに心房細動の危険な合併症である脳梗塞も、睡眠時無呼吸症候群の患者さんでは無呼吸のない患者さんの 2.18 倍、
実際に心房細動が見つかった患者さんは睡眠時無呼吸症候群の患者さんで 2.45 倍です。これを見ただけで睡眠時無呼吸症候群が心房細動や結果としての脳梗塞の原因だとまで断言することはできませんが、睡眠時無呼吸症候群があると心房細動も脳梗塞も危険性が上がるということは言えそうです。睡眠時無呼吸症候群があると心房細動が起こりやすくなるメカニズムは3つぐらい可能性が考えられています。1つは自律神経。睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まったり再開したりすることで自律神経が興奮方向にシフトし、これが引き金になって心房細動が起こるという考え方があります。2つ目が呼吸努力。睡眠時無呼吸症候群では寝ている間に喉が詰まって呼吸ができなくなりますが、一生懸命呼吸しようとして必死で胸を動かそうとします。この胸の動きに心臓、特に心房の筋肉が引っ張られて、その刺激が引き金になって心房細動が起こるのではないかと考えられています。そして3つ目が1と2の繰り返しによって慢性的に心房の筋肉にダメージが蓄積し、規則正しいリズムを刻む能力が失われてしまうという考え方です。まだ結論は出ていませんけどね。ここまで言われると当然ある疑問が湧きますよね。睡眠時無呼吸症候群を治療したら心房細動も治せるのか。はい、ちゃんとデータがあるんですよ。実は心房細動をカテーテル手術で治療しても睡眠時無呼吸症候群があると手術後1年で 82% の方が再発してしまいます。めっちゃ再発しますよね。 CPAP という機械を使って睡眠時無呼吸症候群を治療すると再発率は 42% に低下します。それでも 42% も再発するのかと思うかもしれませんが、最初から睡眠時無呼吸症候群がない患者さんの再発率も約 40% なので、睡眠時無呼吸症候群による心房細動に対する悪影響は CPAP によってほぼゼロにできるとも言えます。そう考えるとすごい効果ですよね。現時点で心房細動のない睡眠時無呼吸症候群の患者さんを CPAP で治療すると将来の心房細動をどの程度予防できるかという正確なデータはまだありません。僕の調べた範囲ではないと思います。もし知っていらっしゃる方がおられたら教えてください。とはいえ、これまでの研究結果からはかなりの予防効果が期待できるんじゃないかとも思います。今後正確なデータを手に入れたら、ぜひこのチャンネルでもシェアしていきたいと思います。心房細動は辛い症状の原因になるだけでなく、時には命に関わるような脳梗塞の原因にもなります。もし自分自身で不整脈に気づかれたり、健康診断で心房細動を指摘された方は、心臓自体を調べるのと同時に、ぜひ寝ている間に呼吸が止まっていないか、周りの人に確認してみてください。もし疑わしいようであれば、お近くのお医者さん、可能であれば睡眠専門医に相談してみてくださいね。本日は以上になります。動画が参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンをお願いします。またこのチャンネルでは、これからも眠りや心、それと時々睡眠専門医の日常などもお話していきますので、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひ登録ボタンもよろしくお願いします。ではでは、じゃあねー。